皆さん、アロハ。レアレアハワイ TV ジニーです。本日はニュースタッフがいますのでご紹介したいと思います。皆さん、アロハ。ニュースタッフのアモンです。よろしくお願いします。今後、ジミーさんのサポーターとしてちょくちょく、YouTube の方、映らせていただきますので、皆さんどうぞ名前覚えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はですね、アラモアナセンターにあるユニクロをご紹介したいと思います。日本でも人気なユニクロは、実はハワイのローカルの方にもすごく人気なお店になっております。アモン君は来たことありますか？正直最近はあんま来てないんですけど、コロナ前ですね、ラウンジ空いてる時は僕いつも仕事の時のパンツはユニクロでした。ローランドと同じです。どうも、ハワイのローランドこと、アモンです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日はですね、ユニクロの商品を紹介しながら、男性目線、女性目線で商品を3つ選んで、お土産として、渡せるものをですね、ちょっと紹介してきながら、皆さんにお店を回ってご紹介したいと思います。はい、では中に入っていきましょう。はい、はい、はい、ではユニクロの中にね入ってきました。はい、はい、やっぱ久々に来ましたけど結構広いですね。オープンな、はい、ここはアラモアセンターの2階になりますね。2階だけでもこれだけ広くて、で入り口のすぐこちらにはハワイで人気のヘザーブラウンの、コラボの T シャツだったりエコバッグなどがねこちらで販売されてます。こちらの右手側の方が男性のコーナーになってますね。で左が女性コーナーです。で奥の方がですね、ハワイのローカルブランドとコラボした T シャツが販売されてるので、ちょっと奥の方から見ていきたいと思います。ローカルのブランドの T シャツが売ってるところですね。かわいいですね。かわいいですね。これ日本の店舗では手に入らないやつですよね。そうなんです。はい、下の方にも会社のロゴとかがかわいく書いてますね。はい、では2階もあるので1階も行きたいと思います。見ていただくとですね、こちらはグラフィティがたくさん置いているコーナーになります。あと見てください、これ上のところ、このあのお店で売ってる人気商品がバーッと飾られてますね。英語とかの文字も流れてておしゃれですね。見てくださいこれ、はい、日本の映画監督の細田さんとのコラボ T シャツいっぱい売ってますね。発売日当日はたくさんの方が並んで、ローカルの方にもすごく人気な商品だそうです。では3階の方に到着しました。はい、さっきの下のフロアと比べたらだいぶ雰囲気も変わって、この辺は皆さんおなじみの日本っぽいユニクロの雰囲気も漂ってますね。本当ですね。3階に上がってすぐ目の前が男性のコーナー で一番奥が女性のコーナー、そして右奥の方がキッズコーナーというふうに分かれているそうです。3階この辺りも
たくさんアロハが売ってるコーナーですね。でこのアロハ、これ実は、ハワイでユニクロがオープンするために作られたアロハみたいで、このタグがついてるやつがハワイオープン記念に作られたアロハになってるみたいですよ。で他にもですね、こちらの方にはこのふかふかのフラッフィーのジャケットもハワイですが販売されてます。すごくやはりハワイでも冬のシーズン人気の商品だそうです。色のバリエーションもですね、本当に日本のユニクロと同じようにたくさん販売されております。秋っぽいお洋服とかも販売されていて、こちらの奥の方はキッズのコーナーになってます。後ろの方にはですね、ヘザーブラウンのアロハシャツも販売されているので、お父さんとお揃いでコーディネートを組むこともねできます。でハワイのユニクロもすごいたくさん商品がいっぱいありましたね。なんかお土産の候補は決まりましたか？いやちょっといい商品が多すぎてちょっとまあ難しそうですね、選ぶのが。ちょっとまた回って、3つずつ商品を探しましょう。はい、見ましょう。結構シャツとかも売ってますね。あ、ここにも最初の方のアロハとか売ってますね。エアリズムとかも売ってますね。結構エアリズム、ハワイ暑いんで人気ありますよ。ハワイの現地の人にも人気ありますね。ここは入り口にもあったヘザーブラウンの T シャツですね。かわいいですね。こういったちょっとシンプルなハワイらしい T シャツだったり、これがすごく人気な有名な絵ですよね。これもかわいいですね。どうしようかな。やっぱアロハ一着選びたいなって思って、いや、いろんな種類あるので迷っちゃいますね。これとかもヘザーブラウンとのコラボのアロハで、ハワイ諸島の島が載ってて可愛いですね。いいな。普通に下とかのコーナーも落ち着いた柄のアロハで普通におしゃれですよね。これとかもちょっと値段確認してみますね。めっちゃ安い。え？ちなみに僕が今着てるアロハとか、これ結構安くて60ドルとか、ハワイのアロハ結構100ドル超えてくるものも多かったりするんですけど、これ見てください、30ドル切ってますよ。僕が着てるアロハの半額以下っすよ。白っぽい柄もありですし、でもコラボのやつもいいな。うん、ちょっとじゃあ僕のおすすめのお土産の商品、これにしたいと思います。ちなみに皆さん、ハワイでお土産とか買うとき、今ちょっと試着とかが難しくなっちゃってるんで、サイズ探すの難しいと思うんですけど、基本的に日本で皆さんが買ってるサイズの1個下のサイズ、僕だと日本で M サイズの T シャツとか服買ってるんですけど、僕ハワイだと基本 S サイズの服着てるんで、皆さん1個下のサイズで探していただけるといいかなと思います。どうしようかな。すごいたくさんあるので考えてしまうんですけど、子供用の洋服も可愛いですね。どうしようかな。これはマリメッコですね。人気の
商品になりますけれども、この辺のワンピースとかも可愛いですよね。よいしょ、こちらとかどうでしょう。結構ベーシックな色なので、どんな、ね、お洋服、小物とか靴とかにも合わせやすい、こちらのワンピース、私じゃあお土産の一つにこちらにしたいと思います。ちょっとじゃあ T シャツの方も見てみたいと思いますね。このヘザーブラウンとのコラボ T シャツも、このロゴかわいいですよね。表がワンポイントちょっと入ってて、裏にこういう柄の入ってる T シャツとかかわいいですよね。あとはやっぱハワイだったら白 T とか結構人気があるんで、こういうハワイの白に波の絵が描いてるやつ、後ろは無地ですね、こういう T シャツとかもかわいいですね。ちょっとこっち側もあるので見てみたいと思います。こっちはスヌーピーですね。すごい、これもかわいいですね。また色とかもかわいい。どうしようかな、これはダイヤモンドヘッドが書かれてますね。かわいい。ハワイって書いてあって、ハイビスカスの柄がお洋服にプリントされてます。これも可愛いですね。で、反対側が男性の T シャツの場所になるんですけど、さっきの色違いになってます。どうしようかな。そしたら私がお土産で候補にするんであれば、こちらにしようかなと思います。これだったら、まあ、カップルでお揃いで着ることもできるのでいいんではないでしょうか。今2階と3階の間のグラフィック T シャツがいっぱい売ってるコーナーの方に戻ってまいりました。この辺が、まあ、あの細田映画監督とのコラボのところですね。これとかすごいなんかの映画のシーンなんですかね。細かい絵が描かれてて普通に綺麗なプリントですね。発売当日はものすごい行列ができて、中には完売してしまった商品とかもあるみたいですね。この辺ちょっと子供服とかがあるんで見てみたいと思います。あ、この辺レゴの、あ、可愛いっすね。これどうですか皆さん、値段もいくらかな、$9.90、安いですね。この辺が、ローカルコラボのコーナーですね。これとか T シャツかわいいですね。これ、ハワイアンビアカンパニーのとのコラボの T シャツで、この、まあ、パイナップルのロゴ、ちょっとちっちゃくて分かりづらいですかね、ロゴの入ってる地ビールの、ハワイ産の地ビールの人気のお店のとのコラボの T シャツ、ビールがちょっと減ってる感じのかわいいですね。あ、見てください、ここコラボしてるお店の一覧載ってますね。ハワイアンビアカンパニー、ハワイアンエア、ハワイアンホースト、ハワイアンサン、いっぱいありますね。見てください、これとかは皆さん、これを皆さん結構知ってるんじゃないですかね。ハワイアンエアのハワイの航空会社のコラボのやつですね。いいですね。お、僕の好きなお菓子のハワイアンホーストとのコラボの T シャツありますね。これもポケットの中にお菓子が入ってて可愛いですね。僕の2点目のおすすめの商品、この T シャツにしたいと思います。こちらもハワイのローカルブランドとのコラボの T シャツですね。ラニカイジュース、アサイボールの絵がプリントされてます。かわいいですね。で、お隣はハワイの定番のお土産のマウナロア
もこちらもプリントされてます。 T シャツは9ドル90セントで、これもすごく可愛いですよね。あ、カバンもありますね。ヘザーブラウンとのコラボ商品で、こちらはハイビスカスの絵が描かれているおカバンで、お隣がヤシの木になってます。両方ともヘザーブラウンのお名前がプリントされてます。私はじゃあ最後の3つ目はこちらの色だったら結構どんなお洋服でも合わせやすいと思うので、こちらにしたいと思います。3つ目の商品なんですけど、めちゃめちゃ迷ったんですけど、やっぱりせっかくなんでヘザーブラウンとのコラボ T シャツですね。最初見た時から可愛いなと思ったんですけど、これ僕のおすすめするネオン土産の3点目、この T シャツにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はアラモアナ店のユニクロをご紹介しました。少しでも参考になれば嬉しいです。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。マハロー。